おでこ助かる。おでこね、なんかデコピーしたいってめっちゃね、ツイッターで言われてたんだよね。そう、ツイッターでまつりちゃんにデコピーしたいっていうね、意見がいっぱいいただいたんですけど、痛いのでやめていただけると嬉しいです。はい。まつり痛いの苦手なのでね、痛いのは良くないと思います。はい。やめてください。デコピーしないでください。お願いします。ド S 多いんだね。死虐心、死虐心を抱きし者たちが多いのかもしれない。顔ちっちゃくなった、変わってないと思います。まつり一人でいるときはね、そんなにね、顔の大きさ気にならんらしい。でも誰かと一緒にいると顔でかって言われます。肉って書くのいいですか。もうご自由にあのキャプって何でもしてください。おでこに、おでこにいろいろ書いてください。ここ自由帳です。はい。第三の目書いていい。中二病になってまうぜ。おでこかわいいね、ありがとう。ハゲって言われたけど、さっきコメントで。うん、そうそう、ハゲはライン越え。ほら、気にする人がいるから、やめるって。髪の話はやめるって。ちょっとおでこ広いだけだろ。ちょっと前髪下ろすか。前髪下ろすわ。ちょっと待ってか。はい。前髪下ろしました。おでこかわいいのに。おでこ隠しといた。こっちもかわいい。なんかこっちの方がね、あのオフ感あるというか、休み感あるよね。おでこはなんか気合い入れてる感ある。でこないなった。うん、でこないなったよ。うん、また見れるよ。でも結論、どんなまつりちゃんも可愛い。ありがとう。